is no ordinary pipe. It's the super pipe. ピョンチャンオリンピック女子ハーフパイプ記念、中継記念として動画を上げております。せっかくこのねクールボーダーズバー持ってるのにね、ハーフパイプを、女子ハーフパイプを前にして動画の一つも上げないんじゃ寂しいよね。で、フィッシュ、何今の、お、全然今攻めてない滑りをしてる、実は。まあオリンピックのね金メダリストのねトリックと、まあ、このゲームのトリックとどっちが上かっていうか、まあゲームの方がそれいいのができるのは当たり前なんだけど、でもきっとねオリンピックもねいいプレーが見れるんじゃないでしょうかね、いい技が見れるんじゃないか、そういうのを期待してね。じゃあテレビ見ましょう。成功、いくぜ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 、おお、ここも攻めないよ、いくぜ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 、ティー、よいしょ。今回かなりの滑りをしたね。いやオリンピックねハーフパイプが面白いよ、見るのが、うん、ミスなし、オリンピックはハーフパイプが面白いっちゅうことで、こんな風な動画を上げています。いやーまあ見ていきましょう。東京オリンピックね、なんかね何見てもいいのかわかんないけどね、やっぱスノーボードが花だね、花な気がするね、花な気がします。まあ、これからそのまさに個人的に花形だと思っているスノーボードの、ね、中継してくれるんで、それをまあ見ましょう、見てダラダラしましょう。せっかくで休みだ、建国記念日休みです。ということで、ほなまた。